沖縄に動画で伝える求人サイトが誕生。その名はプロジェット。気になる企業を動画でチェック。今すぐプロジェットで検索。マトバ TV レディオ。はい、皆さんこんにちは。今週も始まりました、うちの町をつなぐマトバ TV ラジオ。イエイイエイ。はい、ありがとうございます。もう今週からですね、ちょっとね、もうちょっと元気よく言った方がいいんじゃねっていう声をいただいたんで。ああ、俺思ってた。俺も思ってた。ね、イエイとか言ってみようと思って来ました。はい、で、今回ですね、なんと、もう第17回目ですよ。皆さん、17回目の的場 TV です。はい。で、的場 TV とは何かと言いますと、まっすぐ夢に向かってひたむきに頑張る方々を YouTube とラジオ、まあ、動画ですね、ラジオと、YouTube 動画とラジオを通して応援していこうという番組です。メインパーソナリティの坂本健太郎です。よろしくお願いします。はい、アシスタントの石目です、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。ですね、佐久間なんかスポーツやってたって思ったらスケボーやってんだよ。あ、ね、と、あと、わかりやすく言えば、小学生の時は、あれやってました、うん。バスケットやってましたよ。あ、ほんと？はい。僕は最近ゴルフやってるんですけども、はい。で、まあ、以前ちょっとお話ししたことあると思うんですけど、うん、最近 YouTube チャンネルを見て、いろんな番組を勉強してるって話をしたことがあるんですけど、はい。で、まあ、その中でやっぱ出てくるのが、アニメ。あ、アニメね。はい、はい。で、まあ、アニメ結構見てて、昭和のアニメってなんて面白いんだろうって。そっち行ったんだ。で、まあ、誰もが知ってるアニメって、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい。まあ、僕が最近面白いと思ったのが、はい、巨人の星。あ、有名な番組ですね、あの野球のね。まあ、一応誰もが知ってるけど、はい、まあ、僕の世代って分かんないじゃん。あ、僕も分かんないですね。なんかダイジェストみたいなのでしか見たことないですもん。そう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 、はい、なんか星一徹のチャプ大返しとかそういうようなイメージしかなくて、ダイニングボールとか。で、まあ、一番は、まあ、まあ、普通に流れてたんですけど、最新の面白い、うん、あれね、はい、初めて知ったんだけど、はい、星飛雄馬ってサウスポーの、うん、アンダースローなんだと思って、うん、なかなかいないと思って。俺全然ピンときてない。野球全然わかんない。マジで？なんていうの？左手 の下から投げるやつか。あー、オッケーオッケーオッケー。で、それでやってて、で、もっとびっくりしたのが、はい、星一徹が、はい、なぜか中日の監督になった。マジでと思って。いや、タイトル巨人言っとるやん。え、星行って中日行っちゃったと思って、まあ、分からない体で、まあ、僕らも見てるんで、はいはいはい、すごいなと思ってびっくりした、はい、それが最高だった。でもやっぱりね、最終回は昭和っぽい終わり方だったんで、はい、まあまあそんなもんかなと。あ、これちょっとね、 YouTube に載ってるのちょっと楽しみにして、うん、またチェックしてみようかな、うんうん、そうそうそう、はい、おすすめです。いろんなアニメを最終話と第1話だけ。第1話だけ。なかなかニッチな趣味だよな、それ本当に本当。もうね、結構マイナーで。はい。まあ、そんな感じで今日もスポーツネタなのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、この番組の提供は、沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売り上げに変えるブランドプロデュースのマトバクリエイト沖縄の提供でお送りいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、で、まあ、今日もね、早速素敵なゲストさんが来てくれております。はい、で、今回のゲストさんは、プログレスとハートスポーツアカデミー代表兼コーチの遠山司さんに来てもらいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。富山さん、ちょっとですね、このラジオをお聞きの皆さんと、はい、あと、まあ、YouTube 見てくれてる方に、うん、自己紹介をちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。はい、南城市、玉城出身の38歳で、サッカーのですね、指導者、はい、コーチをしています、遠山司といいます。はい、まあ、職業がこのプロサッカーコーチということで、うんうんうん、まあ、なかなか一般的な、はい、仕事ではないんですけど、うん、まあ、本当に子供たちとか、まあ、本当に、みんなの夢が将来的に、ね、達成できるかどうかっていうところの最初のお手伝いができるっていう、すごく、まあ、地味ですけど派手にやっている職業です。はい、はいはい、よろしくお願いします。まあ、サッカーのコーチってもう僕のイメージなんですけど、なんかその週末に、はい、そのサッカーに詳しいお父さんがチームに手伝いに来てるみたいな、はい、そういうなんかイメージがあったんですけど、今はもう違うんですよ。みんなそれぞれのチームにはそれぞれのなんか専属のコーチとかが、もうその専門のコーチがいる時代なんですね。うん、
そうですね、一応今基本的に日本サッカー協会っていうのが、うんうん、各チームに必ず一人はこの指導者の免許を持っている人がいないとチームとして認めないよというのがあってですね、基本的にどのチームにも、はい、日本サッカー協会 C 級ですかね、はい、を持っている人必ず一人はいないといけないという状態です。なので、まあ、お父さん方が教えているところもあるんですけど、うんうんうん、一人は必ず免許を持っている人がいる形になってますね、はい、そうじゃないとチームが立ち上がれないっていうのはすごい初めて聞きましたね。はい、はい、じゃあちょっと豊さんですね、なぜそのサッカーのコーチ、サッカーのコーチを目指そうかなと思ったんですが、はい、その理由ってちょっと伺ってもいいですか。はい、まあ、これ、まあ、単純というか自分は小学校の時は野球少年で、嘘、はい、意外と、はい、でもう本当に当たり前のようにプロ野球選手を目指してたんですけど、はい、うんうん、中学校1年の時に J リーグが開幕したんですよ、はい、まあ小6の後半ですかね、うん、でその時に、まあ、J リーグの開幕戦を見て、なんだこれはと、サッカーっていうのをやったことなかったので、はい、体育の授業でもなかったんですよ。そうなんだ。いや僕ギリギリあったかも。ギリギリっていうか普通に僕らもさありますよ、自分らはもう休み時間とか放課後は野球、はい、へー、はい、もうブーカー野球ばっかりやってて、はい、でも本当にそういう時代だったんで、はい、野球だったんですけど、サッカー部があるっていうので、うんうん、サッカーが開幕したっていうので、はい、まあ、なんとなくですね、もう友達に誘われてサッカー始めたのがきっかけだったんですけど、はい、やっぱり小学校からサッカーやってる子たちっているんですよ、時代でも、うんうんうん、でそういう子たちと、まあ、単純に言うと6年間の差が生まれてたんですね。そうですね、はい、はいはい、でそれを、まあ、中学校高校と、まあ、社会人、まあ、大学も含めてサッカー続けた中でなかなか埋めきれない、はい、で大体の人が、まあ、ある程度になるとサッカーやめていくんですよね。まあいろいろね、はい、まあ、まあ上手じゃなくてやめていく人もいるし、うん、まあもう飽きて他のスポーツに行ったり、うん、自分はたまたまサッカーが本当に好きで続けられたんですけど、はい、どうせ続けるなら上手い方がいいなと、はい、っていうことで、まあ、本当に今からサッカーする子たちに、はい、もう当たり前の技術っていうのを教えることができたら、この子たちは一生まあサッカーを楽しめるなということで、まあ、スクールの指導者をまあまあ目指したということですね。すごい素敵ですね。自分の経験を踏まえてそれをまあ子どもたちにもその楽しさを知ってもらったりとか、はい、その通ってきたその苦労をそうですもそう自分がねまたその上を目指すというか夢見る子どもたちにつないでいけたらなという思いがあったんですね。はい、石水さん、はい、実はサッカー好きですよね。はい、っていうか大のサッカー好きです。実はです、まあ、結構好きなんですよ、はいはい、うちの息子も最近からサッカーやり始めました、はい、で何ていうんですかね、分からないでしょまだルールが、小学校低学年なので、うんうん、なんでボケーっと立ってるんですけども、なんかもうちょっとなんか上手くなってくれないかなっていう親心的なものやっぱりありますけどね、うん、はい、はい、じゃあそんなさなか、なぜあれ遠山さんサッカースクールのコーチなんですから、そうですよね、その富山さんのところにぜひお世話になったらいいじゃないですか。さすがにさ、やっぱできたらかっこいいじゃん。うんうんうん、かっこいいですよね。それね、うちの息子に求めたいんだけどね、もうちょっとサッカー熱を強めてもらわないとね。うん、だまあそんな中なんですけど、富山さんが今サッカーのスクールされてる、スクールのコーチをされているってことなんですけど、はい、そのスクールの特徴っていうのを教えていただいてよろしいですか。一応ですね、サッカースクールっていう名前なんですけど、うんうんうん、石見さんが言ったように、やっぱスタートを したばっかりの子供たちって、はい、ルールもわからないし、はいはい、サッカーっていうのがどういうスポーツかっていうのもよくわかってないし、うんうん、まあ、下手したら運動するのも初めての子たちもいると思うんですよ。うんうん、なので、自分のスクールは、そのサッカーをする前の体づくり、うん、あとその、スポーツをするっていう、ものに特化した脳の動かし方、はい、こういったものを少し最初に、うん、身につけてほしいなと思っているので、サッカーの練習ももちろんするんですけど、はい、体を動かす能力を上げるっていうトレーニングもかなり入れていますね、うんうん、はい、でやっぱり分かってないと、うんうん、体が動く
動かすことってできないので、うんうん、サッカーってどういうスポーツだよとか、うんうん、その体を動かすってどういうことだよっていうのを脳で理解するっていうのはすごく大切なので、サッカー脳ってよく言うんですけど、うんうん、サッカー脳を鍛える、はいうんはい、ここは少し力を入れてますね。はい、具体的にサッカー脳っていうのはどういう感じの、まあ、思考的な考え方っていう感じですか？やっぱりサッカーってまあ団体スポーツっていうのと、うんまあ、相手にがいるっていうスポーツなので、やっぱりその自分がやりたいことだけではやっぱりサッカーってできないんですね、うんはい、まあ、相手の状況を見たりとか、まあ味方の状況を見たりとかで、うんうん、選択して実行する時の方法っていくらでも変わってくるんですよ。うん、例えばドリブルが好きですと、はい、で得意ですっていう子がいると思うんですけど、俺はメッシになりたいとか、うん、でもどこでもいつでもドリブルしていいっていうわけではないんですよ、サッカーって。そうですよね。はい。やっぱそういったところを、理解してもらうっていうのはすごく大切なのかなと。で、メッシが、まあ、世界最高のドリブラーって言われてるんですけど、はい、じゃあなんでメッシがドリブラーでそこまで成長、うまくいってるかって言ったら、うんうんうん、やっぱりチームがメッシがドリブルできる状況をどんどん作ってあげてるんですよ。なるほど。はい。なので、やっぱり、そういう、まあ、ものもありますし、もちろん単純にうまいっていう、技術的なところ、はい、技術的なところと、うんうん、あとメッシが、まあ、ドリブルしやすいポジションに、メッシはもういつもいるんですね。でそのポジションに、いつ行くのかとか、はい、なんでここでもらったら、フリーになれるのかとか、うん、こういったものを理解してないと、はい、相手が隣にいて、どんなにドリブルうまくても、ボールもらったら、まあ、やられちゃうっていうのがあるので、そうですよね。うんうん、まあ、そういった意味で、その単純にうまさだけではなく、うんうん、ずる賢さというか、スポーツで通用する脳みそっていうのを、はい、まあ、考えてほしいなと思ってます、ね。それってあれですね、個々の力をその高めることももちろんですけど、もう協調性とか、はい、そのみんなでいかにしてこの場を作っていくか、戦っていくかっていうところも鍛えられるっていうところですかね。そうですね。勝つためにどうするのかと。はい。はい、そうなんですね。これはなかなか他の、ね、スクールでは学べないんじゃないかなって僕今すごい感じたんですけど、はい、石宮さんの息子さんもぜひ、はい、そうですね、豊さんの、はい、サッカーの脳を鍛えなければそれ絶対ね、勉強にも仕事にも生きてくると思う、ね、将来どういうポジショニングの仕方とかね、うん、いろいろあるからね、はい、まあ、そういったものを小学生で学んでくれたらいいなと思います。はい、はい、じゃあそうそう、中間曲いきましょうかね。はい、はいはい、中間曲は今日は富山さんに持ってきていただきました、クレバーでカモンレッツゴー、ナトバ TV レディオ。はい、今お聞きいただいたのはクレバーでカモンレッツゴーでした。この曲ってあれなんですね、クレバー、サッカー好きのクレバーさんが、はい、サッカーの何かその用語っていうんですか、そうですね、要素をこの歌詞の中に、はい、そうです。取り入れたっていう、はい、キャプテンが出てきたりとかです、ね。なんかそうですね。クレバらしい、はい、なんか面白い歌詞でしたね。はい。はい、で後半もですね、まだいろいろ富山さんにお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい。じゃあ次ですね。富山さんは今サッカーのコーチをされてるってことなんですけど、はい、その富山さん自身が持ってるその指導へのこだわりみたいなのってあるんですか？うん、こだわりですか。はい。まあこだわりというかわからないんですけど。まずまあ、指導者なんですけど、うん、自分の考えを押し付けないように指導するっていうのを、まあ、心がけていて、はい、やっぱり指導者って、まあ、本当に100人いれば100通りの指導の仕方とか考え方があって、うんうん、で、スポーツとか、まあ、サッカーもそうなんですけど、全部が正解なんですよ。はい。はい。その、まあ、選手が考えたのが、まあ、ほとんど、まあ、正解で、まあ、その中で、まあ、ミスがあったりとかするんですけど、より正解に近いのを選んでいくっていうのが、まあ、スポーツのサッカーであって、で、まあ、僕らは、将来までずっと手取り足取り教えていけるわけではないので、はいはい、まあ、本当に教えられてる間だけ子供たちとか関わるんですね。なので、まあ、この子たちがどこでも、いつでも、誰とでも、うんうん、楽しくサッカーできる、まあ、技術とかメンタルが育つっていうのが一番だと思ってるんですよ。うん、まあ、そうなれば勝手に自分たちがプロを目指すんだったらそこまで求めていくだろうし、フットサルとかみたいにビーチサッカーでもいいけど、とりあえずサッカーで楽しめればいいかなっていう子でもいいと思うんですよ。うん、やっぱり
自分の経験してきたサッカーだけだったりとか、指導だけだったと、はいはい、まあ、なかなか自分を超える選手っていうのは生まれてこないと思うので、自分も、自分が経験してきたサッカー以外に、はい、まあ、海外の免許だったりとか、まあ、日本の免許もより1個上でも2個上でもっていうふうに、まあ、やって、引き出し、はい、指導力の引き出しっていうのを、まあ、増やして、やっているので、はい。清水さん、遠山さんのすごいところはですね、その海外の、まあ、スペインでしたよね。とオランダもですね。スペイン、オランダの、その海外からの、そのコーチを、が来てもらって、で、それで、そこの、ライセンスを、取ったっていう。海外まで行ったんですか？いや、海外に行ってないんですよ。あ、それは日本で取得できる。そうですね。はい、そういうのもあるんだと思って。そうだよね。はい、うん、でわざわざ海外の先生が、こっちに来て、はい、ちゃんとその国の、その、何て言うんですか、公認の、はい、指導者と、はい、まあ、免許がもらえるっていうやつですね。ここなんかいろんな団体があるんですか、そういう資格というか。そうですね。自分が知ってるのは一つか二つなんですけど、まあ一応そういった、まあ留学をサポートしてたりとか、指導者の留学もそうです、選手の留学もそうですし、まあそういった資格とかっていうのも、はい、まあ、いろいろやってますね、うんうん、はい。ほら、これあれですよ、沖縄にいながらスペインとオランダの技術が学べるんですよ。お、素敵、すごいね。そういうことです。やっぱりね、僕思ったのが一番何がいいかって言ったら、その遠山さんが現状に満足せずに、その海外の視点も取り入れていこうっていう、そのスタンスがめっちゃかっこいいなと思いました。すごいですよね。はい、ね、自分も息子とかでよく話すのが、まあ、話すというか僕もそんなにサッカー経験ないんで、うんうん、まあ、例えば YouTube とか見たりとかするんですけど、うんうんうん、でも実際に教えてもらうっていうか、見てもらって指導を受けるのと全然違うじゃないですか。なんかドリブルの仕方とかも、いろいろパスの仕方とかも、いろいろ YouTube とか、ね、いろんなサイトでありますけど、全然違うね。はいはい、やっぱビデオで見るのと生で教えてもらうのって言ったら、それも断然ね、教えてもらう方が、うん、そうですね。もう、はい、もう何倍もやっぱ吸収も違いますし、はい、うん、で、まあ、そうやってね、いろいろその海外の技術取り入れたりとか、あとは県内では数少ないゴールキーパーの指導者としても活動しているということで、はい、ゴールキーパーの資格も、はい、日本サッカー協会のゴールキーパー C 級っていうのを取りまして、うん、まあ、県内で、まあ、ゴールキーパースクールっていうのを、はい、活動していまして、うん、まあ、本当にキーパーってサッカーを、やってる人も、まあ、やってない人もよく分かってます。すごい難しいポジションなんですよ、うん、はい、本当に、まあ、今回のワールドカップでも川島がいろいろ言われてましたけど、はい、本当にプロとなってもこの失点に絡むそのポジションという意味ではすごいシビアなところ で、うん、でやっぱり技術的にもフィールドプレイヤーと全く違うというところですごく難しい、ポジションなんですけど、うんうん、でもやっぱりサッカーが好きな、選手がゴールキーパーをやっててっていうので、なかなか、日の目を浴びないっていうねいうポジションなんですけど、はい、でも本当にチームで本当にこっちがしっかりしてれば負けないっていうぐらい、うんうん、すごく大切なポジションなので、はい、その選手をより一人でも、はい、うまくしてあげたいっていうので、うん、今活動してますね。おー、すごいな。キーパー専用なんですね。まあ、資格がそうなので、まあ、自分はそのフィールドのスクールもやってますし、ゴールキーパーのスクールもやってるので、やっぱりどっちか一個しかできない指導者って、まあ、多いんですよ、はいはい、まあ、もちろんポジション、出身がフィールドの方が圧倒的に多いので、うん、でも自分はやっぱりサッカーっていうのは11人とか、まあ、少年だったら8人のスポーツなので、うん、8人全員がをうまくするのが指導者だと思っているので、補欠もゴールキーパーもフィールドも関係なく指導できるように、はいはい、勉強してます。おー、はい、すごい。おー、本当に僕はあれですよ、推薦します。遠山さんのサッカースクールを、清水さん、息子さん、ぜひ、はい、体験だけでも体験だけでも行かせてあげてください。はい、じゃそんな遠山さんのなんですけども、ちょっとね、そろそろまとば TV も寂しいことに終盤に差し掛かってきました、はい、遠山さんのですね、これからの夢目標があれば教えていただけないでしょうか。はい、まあ、サッカースクール、まあ、立ち上げた時から夢は変わらずですね、サッカーする選手の、はい、まあ、その環境と、その指導者の
環境を、まあ、整備したりとか、増やすっていうのが、うん、まあ、目標ですね。選手がプレーする場所っていうのはすごく増えたんです。グラウンドも増えましたし、はいはい、リーグ戦になったりとか。でもやっぱり指導者が勉強する場所っていうのはすごく少ないんですね。うんうんうん、はい、もう現場でやっていくしかないという、はい、人から学ぶことができない。うんうん、やっぱり、引き出しが、一番最初に受けた時の引き出しのまんまっていう方はすごく多くて、自分もそれが怖くて、うんうん、まあ、10年前に取ったら10年前の引き出ししか受けきれないっていうのは10年落ちになるので、はいはい、やっぱそういった指導者をやっぱり少しでも勉強したいとか、うん、勉強する環境だったり、最高地点としてはやっぱ働く環境、うんうん、ここまで作っていければ沖縄でサッカーの指導者という地位が上がるのかなと思って、うんはいはい、そこを目指してます。お、はい、ありがとうございます。はい、もうこれからの遠山さんの活動がですね、もう沖縄の未来のサッカーのレベルもそうですけど、うん、指導者のレベルと、あとなんか未来が明るいですね。そうですね、本当に。でもそういう教え子っていうんですか、が、まあ、プロになったりとか、はい、まあ、テレビ見れる日って結構なんか嬉しくなりそうですよね。うんうん、いやー、もうそんな日が来たら最高ですね。はい、いやー、なんか夢ある仕事ですよね、本当に。うん、さん、何かそのスクールのこととか何か告知があればぜひお願いします。あ、そうですね、ゴールキーパーの、クリニックっていうのを毎月1回やってまして、はい、今月はですね、10月の27日土曜日に、10月27日はい、はい、19時からですね、那覇の新都心公園の方で、はい、やってます。小学生からまあ、高校生まで募集してやってますので、うん、はい、本当に基礎的なところから、はい、スーパープレーまで、うん、指導者、含めて、子どもたちと一緒に、うん、トレーニングしていきますので、はいはい、ぜひ参加してください、はい、サッカーの指導者もしくはプレイヤーの方、10月27日土曜日の19時、はい、新都心公園、那覇新都心公園ですね、はい、にぜひお集まりください。というわけで今日はですね、プログレッソハートスポーツアカデミー代表兼コーチの遠山司さんに来ていただきました。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、的場 TV、 この番組の提供は沖縄の人材派遣なら株式会社ミネプロ、沖縄の動画求人ウェブサイトプロジェット、個人中小企業の強みを売上に変えるブランドプロデュースの的場クリエイト沖縄の提供でお送りいたしました。的場 TV YouTube チャンネルでは過去の放送分もお楽しみいただけます。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。動画頑張ってあげてますよ。ぜひ見てください。というわけで、また次回もお会いしましょう。じゃあいつものやついきます。はい。はい、せーの。カメラ向かっていきましょう。せーの。じゃあ、マット。バイバーイ。バイバーイ。あっちもお願いします。的場 TV。